はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は小学生の社会船シリーズ最終回でございます。で、今回のテーマは色々な船の仕事ということで仕事に関して話していきますのでどうぞ最後までお付き合いください。で、船に関わる仕事っていうとこのねシリーズでもやりました港で働いてくださっている方とかも全部含むわけなんですけど今回は船に乗ってる方 いいですか船に乗って働く人の限定でね話していきますだからねみんなも聞い,た聞いたことある言葉あると思います今回ねでまず船に乗って働く人のことを船員と言いますま船のね船の員で船員で実は船員にもですね2つ分けられるんですそれが何かっていうとあちなみにこれあの今回ねこれを取るためにいろいろ見させてもらったり勉強させてもらったんですけどここ知らなかったです私。 職員と部員に分かれます。職員と部員。で、今回部員の話ももちろんしていくんですが、主に職員の話だと思ってください。で、まずね、ここに、ここ表みたいのがあるわけなんですけど、まずはね、やっぱりトップですよ。船全体の最高責任者。で、これが誰かっていうのはね、もう皆さん多分ね、分かると思います。絶対聞いたことある。それは、 船のトップといえば船長さんですよねあ。船長です。で、これはキャプテンと呼ばれます。これ後でもね、話出てくるんですけど、キャプテン。この船はですね、例えばもちろん自分はハイチ。これは動画撮ってる名前ですけど、ハイチって名前があってみんなにも名前がありますよね。で、船の上で,こう中で仕事してる時に名前で呼びません。役職で呼びます。つまりキャプテンみたいな。 なんとかさんって名前があるんですけど、キャプテンと読みます。これは他のところも一緒です。いいですかだからキャプテンと呼んであげてください。で、ここから3つ大きく分かれるんですけど、まず、機関部。そしてこれ、後半と言います。これ送りようながら書いておこうか。これでね、後半部と言います。後、半、部。で、これが、支柱部員と言います。これも市中だけ書いておこうかな。支柱部員ね。 で、大きく分けてこの3つに分かれるので、まあ一個一個確認していきましょう。まず、機関部というところ。これは機械とか装置の管理。まあ主にエンジンとかね、をこういうのを管理しているのが機関部と言います。で、この機関部の中にもリーダーがいるわけです。トップ。それがこれ。機関長です。機関長。で、この機関長、呼び方があって、この機関のところは、この言葉を使います。エンジニア。 まあ聞いたことあるよね。エンジニアって。もうお仕事もあるわけですけど。で、そのトップ。長だよいい。トップはこれにチーフがつきます。チーフエンジニア。だからさっきのキャプテンと一緒でもうねほ、ほにゃららさんという名前があってもチーフエンジニアって呼ぶわけです。いいですかで、その機関長、チーフエンジニアの下に機関士さんがいます。機関士さん。で、機関士は3つあって、 1> 1等機関士。まあ、書いてないから2ね。二等機関士、三等機関士っていうのが階級が分かれます。ちなみに、えっ、ー、と、三等が一番下になります。三等機関士、二等、一等。そして、機関長です。チーフエンジニアね。で、呼び方があって、一等、これ1はね、ファーストをつけます。ま、あ多分野球やってる方とかイメージつけやすいね。ファースト。で、2は、セカンドです。 で、3は、サード。まあ、英語だよね。だから、1等機関士、んは、ファーストエンジニア、2等は、セカンドエンジニア、サードエンジニアと呼ぶわけです。でこれが機関部。で、その下にも、このやってくれるのは、機関部員さんもいるんですが、今回この、職員と部員ってありましたよね。この、機関長を、機関士さん、こっから上が職員さんです。で、下が部員さんに分かれます。 で、今回は主に職員さんの、この、こちらね、話をしていくので、まあ今こうやって詳しく説明したわけなんですが、機関部の中にはチーフエンジニアがいて、ファーストエンジニア、セカンドエンジニア、サードエンジニアがいて、機関部員さんがいると。このチームというかね、これで、えっを支えてる。船のエンジンとか機械の装置の管理をね。これが、まず機関部です。いいですかで、次、もう一つね、重要なのが、まあ、後半部。これ後半部ね。で、後半部はですね、腸がいないんですよ。これ。 で、主に覚えてほしいのはこれ、公会士さんです。なんかこの名前も聞いたことあるよね。公会士さん。で、これも、機関士さんと一緒で、一党、二党、三党があります。一党、機関士、二党、機関士、三党、機関士と。ただ、公会長、みたいな。あ、機関長みたいなね。公会長はいません。つまり、トップ。リーダーは誰かっていうと、この一党です。一党、機関、あ、ごめんなさい。一党、公会士さん。これが、後半部のトップになります。で、 さっきはファーストってのがあったんですけど、この人がリーダーになるので、ここがチーフになります。チーフ。で、えー、公開士は何をつけるかっていうとちょっと切りますね。チーフ、オフィサーと言います。オフィサー。チーフオフィサーです。で、二等機関誌さん、嘘う嘘そうそう、二等公開士さんが、えー、セカンドオフィサーで、三等公開士さんがサードオフィサーと呼びます。 いいかなこの呼び方もぜひ覚えてください。かっこいいからね。チーフオフィサーっていう。で、後半部は何をやってくれるかっていうと、まあ、航海さんね、その船の運航、ちゃんと安全に運航できるかどうかっていう管理をするイメージあると思うんです。その通りです。で、船の運航はもちろんなんですが、もう一個大事な役割があって、貨物を運びますよね。今回このシリーズでやってきました。船で海外とか、まあ日本国内で運ぶこともあるんですが、貨物を運ぶので、その積み下ろし。 いつか船から降ろしたりとか船に積んだりとかする時の指揮監督をするのも航海さんの役目です。だから公判部かの役目になります。で、これ聞いたことある方いるかもしれないんですけど、船の上の仕事、まあ、船員さんね、の仕事って交代制だから夜とかもちゃんとやってね、こう見張ってなんか危ないからさっていう、ね、イメージある方いると思うんですけど、交代制を採用しているのが 私ね、全部かと思ってたんですよ。あの、こっちもね、機関部のその方もそうかと思ってたんですけど、交代性を採用するのはここです。交換した。で、基本的には、4時間当直。つまり仕事ね。安全に運行できるか危ないことがないかっていうのはちゃんとその、見て、目とかね、いろんなことあるんだけど、仕事は。それをした後に、 8時間のあこっちごめん漢字がねこっち省略で書いちゃったごめんごめん8時間のえ休憩休みって書いておこうか休憩ってこのサイクルになりますそうだから普通のねまあ一般の企業で働普通の会社で働いていくとまあ夜朝の9時からとかってなるんだけど始まる時間がもうバラバラになりますっていうのが仕事公開さんね交代制を採用しておりますといいかな で、最後に、支柱部員さんです。で、これはま、同じく部員さんね。この、機関部員さんとか、後半部員さん、支柱部員さん。まあ、部員さんなんですがえ、食事作り、この乗ってるね、乗組員の皆さんの健康づくり、健康を考えた食事作りをしてくれるのが支柱部員さん。こういったチームで、えー、船は、え、仕事、骨、船の上で仕事をしているという形になります。 で、もっとね、こう、細かい話もいっぱいあるんですが、ちょっとマニアックになりすぎてしまうので、今回はこういった仕事があるんだっていうのをぜひ覚えておいてください。で、例えばね、この職員さん、例えば公開さんになりたいなって思った時に、どうするのかっていうと、なり方は何種類、えっと、何通りかあるんですが、例えば全国にそのね、資格が取れる専門学校とかもあります。なんかそれがまとまってるサイトあるそうなので、この概要欄に URL も貼っておきます。で、あ一応、そのなり方はいろいろあるんですが、 なった後に例えばえ国家試験がもちろんね必要になるので試験を受けたりとか必要なあと訓練とかもね含めてこういう職員さんになっていくっていう形になりますので是非ね気になる方はそちらも見てもらえたらと思います。 ではえ、今回はね、いろいろな船の仕事ということで、授業させていただきました。まあ最初にも話しましたが、今回が最終回です。まあこのシリーズね、全部見てくれた方も含めて、あとは一部だけでも見てくださった方は本当にありがとうございました。皆さんが、例えば船の仕事とか、まあ港とかもそうですけど、そういったものにちょっとでもね、興味を持ってもらえたら嬉しく思います。はい、ということで、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。